はい、今日はちょっと今最近手に入れた GoPro、 GoPro を使って車載動画を撮ってきたようなんです。今回は吸盤に設置してで車内落としてどんな感じで撮れるのか、どんな感じで撮れるのかっていう、まあ、好奇心もあるし、まあね、ちょっと、ね、いつもと違う動画、いつもの動画と違う位置で写真回し見たいと思います。今回はちょっと顔も入ってるっていう GoPro がのレンズが広角なんで、どうせだったらそれを活かした撮影の仕方した方が面白いかなっていうことでやってみたら、これ面白いよ。こういう角度で、撮るんやったら本当にちょっと面白いかもしれないですね。車の中がいろいろ映りすぎちゃってちょっと個人的にはあんまりよろしくないな、あんまりよろしくないというか、あんまりちょっと怖いな。これマジで個人情報ばらまきそうで怖い。まあ今は見てないからいいけどね、視聴者が多分少ないから全体的に。これ下手に多かったら本当に特定されるやろうし、一発やもんね。名前からどこに住んでるからとか全部出ちゃう可能性あるじゃない。どんな感じで撮れてるのか全然わかんない。ちょっと恥ずかしいなこれ。でもちょっとワクワクします。この撮り方ちょっと面白いな。この撮り方は顔出してるゆえにできる撮り方で、顔隠してる人とか変にやるとね、変にやるとね、いやこれ面白いわ。この視点が面白いわ。視点が単純に面白い。これね、他の視点でもやってみたい。プロでいろいろ撮り方変えてやってみた的な動画を今ねちょっとやってる。山に峠に向かっています。山行って峠行ってで走る動画も撮りたいなみたいな。よくやってるじゃないですか、車とかのビデオでなんかタイヤ外で車のボディというか側面でタイヤがぐるっと回ってるの見えつつ道路も映ってるみたいな、なんていうの、ああいう映像あるじゃないですか。あれをやってみたいんですよね。いやちょっとね、いやちょっとこのカメラの位置をちょっと変えていきたいと思います。よっと、この位置をちょっと怖いな、このね側面に。どこやったらいいの。よっと、この位置にこういう感じで、どんな感じやろちょっとわかんないですよ。はい、この辺につけてみました。結構ねカメラの位置的にも、うわ落ちたよ。あかんこれガラスじゃないとあかんのかな。事故放送事故だ、放送事故だ。このまま走ってたらアウチやん。びっくりした今。やっといけるやんと思ったけど、これ落ちるかもしんないですね。やばいな、落ちたらやばいな。落ちたら泣きそうだな、これ。間違いなく、お釈迦コース。うわ、どうだろう。うまくいくかどうかわかんない。おい。よかった。なんかね、さっき一回落としたでしょ。落ちそうで怖かった。ビビってなんか、ゆっくり走ったよ。編集でちょっと速度上げときますね。走ってるとこは。めっちゃ焦るもう。ほんと。はい、六甲さんでーす。結構心臓に悪い。ひやひやもんやで。
いや、いや、本当にヒヤヒヤした。さっきボディ、車にカメラつけた瞬間、落ちたでしょ。タイミング良すぎてビビったもん。もうなんか、うわ、これ、落ちるんちゃうかな、みたいな。そのまま、普通に運転してたら落ちるんちゃうかな、っていう感じで、ほんと、ヒヤヒヤした。カメラ落としそうでびっくりしたもん。心臓に悪すぎる、心臓に。いや、あかんあかん。心臓に悪すぎるわ。ちょっと外につけるのはちょっとまた、もっと A9番手に入れてからにします。落としそう、落としそう。焦った本当に。車の中やったらね、まだクッションあるから、いや、一応ショックにも強いらしいんですけど、怖すぎる。だって車で引いたら終わりやん。いくらショックに強いても、車で引いたらさすがに終わるっしょ。いくらなんでもカメラめちゃくちゃなるっしょ。怖すぎるわ。超嫌すぎるわ。いや、なんていうか、車引いた時点です。もうその事実に耐えられないじゃないですか。カメラの機材、カメラ怖え、こう、カメラってほんと安くないですからね。カメラ1台。まあまあ、それなりの金額払、それなりの、なんていうのかな。金出してるからめっちゃ嫌、なんか。ゾッとする、なんか。はぁ、怖え。怖い、怖い、ほんとに。いいんやけど、遠いからね、なかなか絡むことがないっていうか、絡もうと思ったらちょっと大変っていう。さすがに霧がかって見えないですね。一眼でちょっとパシャって撮ったらわかるかな。まだどうもね、ステアリング変えたところであんまり良くない感じやったから、これでいいかなみたいな。はい、しばらく六甲山ドライブ散歩をお楽しみください。テテ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 テラララララテラララララテラララララララテ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 ラハイキングしてる。結構六甲山いろんな人いますからね。ツーリングやってる人、車でかっ飛ばしてる人、ね、道歩いてる人、ハイキングしてる人、ね、観光でいろいろ回ってる人、いろいろいますからね。本当に。あ、今度は犬まで飛び出してきた。あ、大丈夫か。お、猫か。猫が見えますかね。あ、映ってるっぽいな。ギリギリ映ってるかな。そうそう、今見ました、猫が。なんだこの山猫みたいな。でも道路が逆に見えにくいんかな。車があって排気が流れてるだけの動画になってるような感じに映った方が面白いかもしれない。そうですね、これは
ちゃいい感じ、めっちゃいい感じっすわ。バイクが来たらちょっと絵になるね。絵になるっていうか、いいっすね。なんかこっち今のとこ右曲がったら天狗岩があったんやな。天狗岩、はい、こっち側まで来ましたね。おっと、あんまりスピードが出るとちょっと危ない。カメラ外につけるのは怖い。落としたらいかんやもんな。でもちょっと本当にガチで頑張ってみたいな。あれはあれでアングル的には面白いもんな。片側通行になってる。この先土砂崩れかなんかあったんかもしれないですね。六甲さんはね、結構ね、土砂崩れとかなんかあったら片側塞ぐんですよ。うわ、崩れてるかもしれへん、もしかしたら今。マジで直してほしいですね。とか こんな地盤緩かったんやのかっていうぐらいひどいですね。昔そうでもなかったのにな。うん、絶対そんなことないだろうなって思ってたの。しかも散々ここ走ってますからね、車で。あ、うん、飽きるほど六甲さん走ってますからね、車でね。あ、ちなみに走りじゃないですよ。車には乗ってましたけど、走り屋みたいな感じでシオンとかしなかったですね。ノーマルでいかに速く走るのかをばっかりやってましたからね。どっちかって言ったら金なかったっていうのもありますけどね。やったらもうちょっと違うかもしれないです。もっといろんなことやってるのかもしれないですね。カメラのアングルはこれもいいですね、面白いですね。ただあの対向車があんまり、バイクとかこうカーブで車がね来ない限りはちょっと入らないんで、ちょっと面白みがないですか、かもしれないですね。絵的には、絵的にはこう車が走ってくるのとかもさっと入ってきた方が見てて気持ちいいかもしれない。おっと、ハイキング多いぞ。今もハイキング通りましたね、いましたね。3人組が多いですね。3人組が。おっと、今気づいたが、ガソリンがちょっとやばいことになっている。これはそんなに思ったほどチコっち行けないかもしんない。そうだな、これは。よっしゃー、あ、いいっすね。バイク乗ってる人はもう風を受けながらですからね。車はもう寒かったらもう暖房入れときゃ車の中快適なんけど、バイクはねちゃんとある程度着込んどかんと。すごいな、俺はようやらんな。寒いの苦手ですからね。あ、今日とかやったら普通に昼間とかやったらスノーパークとかみんな来てんのかもな。確かに別にナイターじゃなくても昼間にこう近場でスノーボード練習しよう思ったら、練習だけやったらこういうとこスノーパークとかこうね、一応ね、まあ雪降らないから人工なんですよ。人工雪なんですよ、六甲山は。六甲山は人工雪積もらして、でこう滑っていく。だからね、普通にスノーボードとかあの行くじゃないですか。サクサクのというか雪がね結構いい感じのはずなんですけど、六甲山の場合やったらね割とねカチコチやったりとか、こう何て言うかな、荒いって言ったらいいの、表現が難しい。雪が荒いというか硬いって言ったらいいのかな。あんまり良くないんですよ、雪質が。やっぱ人工だから、まあ、ここねアスレチックもあるんですよね。フィールドアスレチックもあるんでね、アスレチック動画もまたねできたら面白いかなと思います。 GoPro があればねアスレチック動画とかね全然いいっしょ。というかむしろ面白いっしょ。ヘルメットか、まあ胴体にこうベルトで巻きつけて固定、カメラ固定させればワンチャン撮れなくはないんで、それでやるんやったらありかなみたいな。この辺つけてみました。結構ねカメラの位置的にも、うわ、落ちたよ。あかん。これガラスじゃないとあかんのかな。事故、放送事故だ。放送事故だ。これも走ってたらアウトじゃん。
びっくりした今。やったいけるやんと思ったけど、これ落ちるかもしんないですね。やばいな、落ちたらやばいな、落ちたら泣きそうだな、これ間違いなく、お釈迦コース。うわ、どうだろう、うまくいくかどうかわかんない。これ以上はあれかもな、どっかでまた引き返すかな。ここまで来たらちょっと来すぎなんですよね。